はい、久しぶりに、ドローンの空撮です。飛び上がりましたね。暗いですね。一気に羽の音で豚がビクッとしてます。このね、建物の中ってとても飛ばしづらいのと、豚舎の中、広いようで狭い。まあこれはね、ちっちゃい 200g 以下のドローンで飛ばしてるんで、そんなに音も大きくはないんだけど、でも豚耳がいいんでこうやって暴れてますね。今ダッコちゃん映りました。低く飛んで、ちょっとわざと慌てさせるように飛んでるんで、豚わちゃわちゃしてますけど、なんだなんだって感じですね。はい、壁に穴が開いてます。断熱材は豚に食われました。でカメラ反転するときに少し暗くなっちゃうのは、これね、オートで撮ってるからなんですけど、奥に自分がいますね。ゆっくりゆっくり、パイプとかあるんで気をつけながら、目の前に斜めにロープが下がってますね。上のあの換気窓のロープです。柱に寄りすぎた。で、どうしようと思ったんだっけな。向き変えました。ほこりが舞ってるのがよくわかりますね。はい、ちょっと位置を変えて、雲の巣がよく見える。蜘蛛の巣ぐらいならね、ドローンだったら切れると思うんだけど、はい、1本切りました。下に抱っこちゃいます。で、この後どう動こうか今考えてる感じ。もっと低く飛んだら迫力が出るのかなと思って、低く飛ぼうと思って、多分ねこの辺で、下を向けようと思ったね、カメラを下向きで、だっこちゃんを写そうと思って、はい、写った、はい、いい子に下にいますね。だね、こうやって見ても太い体つきがわかるかと思うんで、隣左上からの柱が腐っちゃったところから顔を出してる豚がいます。ああやって挟まるんだろうな。はい、一度バックして仕切り直しをしようかな。この辺大きいね。もうじきでか出かけるじゃねえや、出荷できんのかな。さあもう一回ぐーっと左にスライドしてるのは下手だな。向き変えて、また柱の方に進もうとしちゃってる。モニターだけ見て飛ばせばいいんですけど、なかなかに、こうロープとかは直近になるまで、目の前に来るまでね、ドローンのカメラって小さいんで見えないの。ドローンの機体だけ見ながらこうやって飛ばす、これが一番安全。柱が出ちゃいましたね。はい、で今どうやって下ろそうか考えてます。あ、ピースなんかしてるし、これやっぱりね、下に下ろす時にホコリだらけになるんですよ。まあ豚がの場合だと、うんこのホコリだらけ。手の上で撮ってもよかった、手のひらに乗せて着陸させてもよかったんだけれど、でここね狭いんで、とりあえず一回下ろします。
で、オガトン社に行きたかったんで、オガトン社の下り通路の途中に今置いてあって、はい、発進。おっと危ない、隣の柵のところに行っちゃいました。で、今思ってんのは、あの窓から穴の開いてる、あのそこから入れようと思って、今入った。うわ、ほこり、通路のほこりを巻き上げている。で、ここが狭かったのを今どうしようと思っているところです。で、とりあえず柵の上に上げたかったんだけど、上に水道ホースがあって、で、オガトン車を横にスライドしながら、飛ばしてたんだけど、これだと手持ちのカメラでもあんまし変わんないなと思って、ね、通路をただ歩ってる絵にも見えなくもないんで、あまり面白みがない。だから、人ができないような飛ばし方をしようかな。ドローンらしい映像ね、それをやろうと思って、このまま柵の上を越えてずっと行こうと思ってたら、この綺麗な小屋、この綺麗な小屋の子たちを追っかけてみるのはどうかなと。豚と一緒に走ってる感じを出したくて、今ギリまでこれ加工しました。低いだから、これまっすぐ向こうから、豚が突進してくると落とされます。なのだけれど、怖い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 、はい、豚も怖い、私も怖い。で、とりあえず下をくぐれるだけの高さは維持したんだ。でも、ああやっておがくずがね、飛び歩くでしょ。あれにやられると、このドローンのちっちゃいプロペラだと、もしかすると落ちるかもしれない。まあ、うわお、いっぱい来た。で、ここで、今後ろにもまだ残った豚がいると思うんで、その豚たちに、やられないように、少しこうやってちょっと高度を上げて、で、なんとか豚と一緒に走りたいなと思って、あ、ここでちょうど追っかけた感じです。まだまだやってんだっけな、どうしたっけな。これで、そうだ、手前に来るのを、一緒にこう、引きで、そう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 、そっちそっち、危ない、ぶつけられそう。なんとかね、豚と一緒に走ってる様を撮りたかったんだけど、なにゃ、横に逃げた。だけど、こっからこう後ろ向き、今豚のいる方向に振り向いてバックで撮るっていうのはとっても難しいんで、はい、そう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 、ゆっくり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 歩いてください、豚と一緒に。これなんて別にドローンで撮らなくても、豚小屋の中に入ってカメラ持って歩ったってこんなぐらいは撮れる感じはするんだけれど、でもね、やっぱ人がいるとここまで近く寄ると逃げちゃう。ここに自分が立ってると、そうね、これはあんま変わんないか、なかなか悩むとこですね。危ねえ、ぶつかりそう。あ、誰もいなくなっちゃった。はい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 、行く行く行く、走る。まあ、これはもうなんだ、練習というか、素材作りみたいな、この一緒に走ってるのところだけをカットして、なんかの動画の途中に挟むとか、そういうに使えるのか使えないのか、まあ、試行錯誤ね。はい、もう一回来いって感じで、
今追っかけてるけど、あ、多分ねここでね電池が終わった、バッテリーが終わって警告音が鳴ってビー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 言ってるんじゃないかな。うっと、それで早く通路まで戻したかったのじゃないのかな。違うな、まだゆっくりしてんの。う、何をしてここでうろうろしてんだろう。やっぱしどう戻そうか考えたんだ。はいはい、そっちだと餌箱にぶつきます、水道にぶつきます。はいはいはい、まっすぐまっすぐ、はい、それでその狭い通路で着陸。狭い通路、まだ通路行ってないじゃないですか。あ、そう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 、危ない危ない。はい、通路狭いし、ほこりだらけ、うんこだらけですね。もうちょっと前に赤い板があって邪魔なんで、はい、そこに着陸と終わり。